ココレア TV です。はい、今日ご紹介するのは、先日行った韓国でですね、またココレア散歩、ま、韓国旅行でのこうおすすめの場所とかおすすめの食べ物をご紹介したいと思うんですけれども、今日ご紹介するのはコンビニで絶対食べてほしいものナンバーワン。はい、ま、韓国で言いますといろいろご飯屋さんにもあると思うんですけど、キンパ、海苔巻きがすごく有名ですね。あのいろいろ野菜とかが入って、韓国海苔、ごま油がたっぷり効いた海苔でこう巻かれている、そんな海苔巻きなんですけれども、それがまあご飯屋さんとかで食べると、例えばまあ600円とか700円とかするかもしれませんが、韓国コンビニでキンパが売ってるんです。まあ日本、まあもちろんおにぎりも売ってます。日本でいうおにぎりみたいな感じで普通にキンパも売られています。はい、でしかもなんと値段がですね、高くて200円ぐらい、安いものでシンプルなもので150円とかで売っているんですけれども、味が本当に本当に美味しいんです。飲む足そよっていう感じです。とても美味しい。はい、すごく美味しいんですね。で、種類もたくさんあって、で、まあ、ハングルで基本的には書かれてるんですけど、英語とかでもチキンとかなんかね、キムチとか書かれているので、ハングル読めない方でも中身の味の想像ができると思います。はい、で今回食べたのはプルコギキンパと、あとね、なんかね、ハニーバター系が最近流行ってるから、そういうのもあって、あとクリームチーズチキンみたいなのも食べたんですけど、すんごく美味しかったです。はい、なので私は基本的に韓国に行った際は、ホテルとかに戻る前にキンパとかを夜買ったりとかして、ちょっと夜食で食べたりとか、あと次の日の朝ごはんとして買ったりとか、あとなんかこうさ、バタバタしてる時とかは軽食みたいな感じでそのキンパを食べたりします。で、そのキンパね、基本的に全部切れてるので、自分でこう切ったりとかしないで、こう長い感じで売られてるんですね、こういう感じで。でも全部切れてるから、ほんとこう気軽に食べられます。はい、本当に美味しいです。そして安い、何より。韓国のコンビニに行った際はぜひそれを食べてみてください。キンパ安いし美味しいし、バッチリです。ぜひぜひ。おにぎりも普通に売ってるんですけど、個人的にはキンパすごく好きです。おにぎりと値段も一緒ぐらい。でも韓国おにぎりも安いんですよね。何十円とかで買えたりとかもするから、まあ、そう思うと、でも本当にキンパとにかく安いので、ぜひぜひ要チェックです。いろんな種類食べてみてください。なんかね、半分半分で味違うキンパとかもあったりするので、いろいろとなんかお友達とかと行った時は何本か買ってシェアしながら食べるのもいいかなと思います。なのでぜひ韓国のコンビニに行った際はキンパ食べてみてください。ハニョン。韓国情報だったり、韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったり、グルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。